同社の企業案内パンフレットトムソン・ヒューストンが製造したダイナモ・トムソン・ヒューストン・エレクトリック・カンパニーはかつてアメリカ合衆国にあった電気メーカーでありゼネラル・エレクトリックの前身企業のうちの一社であるトムソン・ヒューストン・エレクトリックは1882年にエリフ・トムソンとエドウィン・ジェイ・ヒューストンによって創業されたチャールズ・エイ・コフィン率いるマサチューセッツ州林の 投資家グループが出資してコネチカット州ニューブリテンにあったアメリカンエレクトリックという会社を買収して設立された。出資者の大半がリンの成果業者だったため設立後すぐにリンに本社を移転した。チャールズ・エコフィンが社長に就任して財務、マーケティング、販売業務を担当した。エドウィン・ W ・ライスが製造施設を担当し、 エリフ・トムソンは研究開発を担当した。同社は1892年までに売上高一、0ドル、従業員4000人の企業に成長した。1884年、国際的な販売の促進のためにトムソン・ヒューストン・インターナショナル・カンパニーが設立された。1888年、トムソン・ヒューストンはマサチューセッツ周発の電化の路面鉄道である。 リンボストンドメン鉄道のハイランド線の発電、推進装置を供給した。1889年、トムソン・ヒューストーンは、チャールズ・カイ・ブラッシュが設立したブラッシュ社との間の、アーク島とダイナモの特許紛争の解決のために、同社を買収した。1892年、JP モルガンの手配により、トムソン・ヒューストーンは、 ニューヨーク州スケネクタディのエジソンゼネラルエレクトリックと合併し、ゼネラルエレクトリックを設立した。両社が持っていたリンとスケネクタディの工場を GE の初期の工場とした。ビジュークリスタルレシーバーマニファクチャードイン1923バイザ・ブリティッシュ・トムソン・ヒューストン c o リミテッド・ブリティッシュ・トムソン・ヒューストンは1896年5月に アメリカの GE の子会社として設立された。1928年、ライバル企業だった、メトロポリタンイコールビッカースの電気部門と、経営統合して、特殊会社、英国電気産業連合の参加となった。これにより、アエは1930年代から40年代に、かけて大英帝国の最大の軍事受け業者となった。1967年に、アエ自体が、 ゼネラルエレクトリックカンパニーに買収された。GEC は1999年に防衛事業を分離してマルコーニ社とした。1893年、アメリカの GE の関連会社として、コンパニーフランセーズ・トムソン・ヒューストンがパリで設立された。この会社から後にトムソングループが生まれた。1999年に分社して、 トムソンマルチメディアとトムソン CSF が設立された。また鉄道関連製品メーカーのアルストムは1998年に綴りをアルストムに改めるまではアルスサムという綴りであり、そのうちのトムの部分はトムソンヒューストンに由来する。ありがとうございます。